放送席、放送席、そしてドラゴンズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは、嬉しいプロ第1号が決勝ホームラン、石川昂弥選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。プロ初ホームランが決勝ホームランになりました。今どんなお気持ちでしょうか。いやなかなか打ててなかった中で、1本ホームラン打てたんで良かったです。同点に追いつかれた8回の先頭バッターでした。どんな気持ちで打席に向かいましたか。やっぱりあの村上さんのホームラン見て、次先頭っていうのは分かってたのでやり返そうというふうには思ってました。2球目を捉えたあたりは左中間スタンドに入りました。感触どうでしたか。感触は良かったです。そしてドラゴンズファンの中でダイヤモンド一周というのはどんな気分でしたか。プロ初ホームランなんで、とても気持ちよかったです。先週も1点差のゲーム3連勝できました。今日も1点差で4連勝です。チームも五分に勝率戻しました。今の石川選手の気持ちはどういう気持ちでしょうか。まあ、なかなかチャンスで打ててなかったんですけど、やっぱり使い続けてくれた立浪監督だったり、まあ、いろんな方々に声をかけていただいて、ホームラン打てたと思うんで本当に感謝しかないです。さあまた明日から試合が続いていきます。ファンの皆さんに意気込み最後お願いいたします。明日からも勝ち続けられるように、自分が勝ちに貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。今日決勝ホームラン石川昂弥選手でした。おめでとうございました。ここで本日の試合に贈られました賞品をお知らせいたします。第一打点賞といたしまして、ヤクルトビューティーズよりラクトデュー SE ローションとミルクのセット。第一生活賞といたしまして、森永製菓株式会社よりイーゼリー。勝利投手賞といたしまして、株式会社ヤクルト本社より栄養ドリンクタグマリフレッシュ。ヤクルトビューティーズよりパラビオシリーズ3点セット、以上が贈られております。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お客様にご案内いたします。本日密集防止のため、ただいまよりエリアごとの規制退場を行います。